はいどうも、モーリーです。今回は明治安田生命 J1 リーグ第23節湘南ベルマーレ対ジュビロ磐田戦のマッチプレビューをやっていきたいと思います。まずはジュビロ磐田の現在のリーグ順位と直近の対戦成績を確認していきましょう。ご覧の通りになっております。ジュビロ磐田は現在勝ち点19でリーグ順位は18位です。リーグ戦直近の5試合では0勝1分け4敗となっています。現在リーグ戦は4連敗中で7月は全敗となっています。7月のリーグ戦では得点も奪えておらず、かなり不調となっていますね。この2週間で得点力不足は解消されるのでしょうか。湘南ベルマーレとしては調子の悪いチーム相手に確実に勝ち点3を奪って、下位チームとの勝ち点差を離していきたい試合となりますね。そして湘南ベルマーレとジュビロ磐田のリーグ戦直接対決の直近5試合の対戦成績を確認していきましょう。ご覧の通りになっております。直近5試合では湘南が磐田に対して2勝1分け2敗です。直近5試合のリーグ戦では勝率はイーブンとなっていますね。ジュビロ磐田とは今季これで5度目の対戦となります。今季ルヴァンカップのグループステージでは2戦2勝しており、天皇杯では敗戦をしてしまいました。そしてリーグ戦前半戦ではホームで決定機を決めきれずスコアレスドローでした。今は調子が上がってきている中でしっかり決定機を決めて勝ち点3を奪っていきたいですね。そしてアウェー戦のみでの直近5試合の対戦成績も確認していきましょう。ご覧の通りになっております。アウェー戦のみでも同様に2勝1分け2敗となっています。一桁順位を狙っていき、残留をしっかり決めていくためにもこの試合では勝ち点3が欲しいところになります。そして7月を無敗で乗り越えていきましょう。さあ続いて湘南ベルマーレとジュビロ磐田の今節の予想スタメンを発表させていただきたいと思います。まずは湘南ベルマーレの今節の予想スタメンはこちら。フォーメーションは 3-5-2、 ゴールキーパー谷選手、3センターバック杉岡選手、大野選手、タチ選手、ウィングバック高橋選手、石原選手、アンカーに田中選手、インサイドハーフに平岡選手、池田選手、そして2トップに瀬川選手、町野選手という布陣を予想させていただきました。前節よりメンバー変更はしないと予想をしております。直近の代表組がしっかりここで結果を残していってほしいですね。またここに畑選手や岡本選手がメンバー入りできないのはウィングバックの層が厚くなってきていますね。スタメンに関しては公式からのコロナ陽性者の報告も多く、誰が欠けているのかは分かりませんが、今いるメンバーで質の変わらないサッカーを見せていってほしいですね。さあ一方ジュビロ磐田の予想スタメンはこちら。フォーメーションは 3-4-2-1 を予想させていただきました。ゴールキーパー三浦選手、3センターバック伊藤選手、大井選手、山本選手、ウィングバックに松原選手、鈴木選手、2ボランチに山本選手、遠藤選手、2シャドウに大森選手、上原選手、そして1トップにジャーメイン選手という布陣を予想させていただきました。ジュビロ磐田に関しては前節より3名変更を予想しました。この夏に加入をした松原選手がジュビロ磐田でどのような活躍をするのか非常に楽しみですね。さあそれでは今節の見どころです。今節の見どころはこちら。引き分けではなく勝つことが大事というところを挙げさせていただきました。7月はここまで無敗できていますが、1勝3分けとなかなか勝ち点3を奪うことができていません。特に下位チーム相手には上位進出と残留を決めていくためにも勝ち点1ではなく勝ち点3を取っていくことが重要になってきます。さあそれでは今節の見どころ、まずは守備面からです。
守備面の見どころはこちら。2試合連続のクリーンシートへというところを挙げさせていただきました。ジュビロ磐田は現在リーグ戦4連敗中で4試合得点を奪うことができていません。湘南としては好調の要因でもある堅い守備を見せ、ジュビロ磐田を相手に失点をしないようにしていきたいですね。そんな守備面のポイント一つ目としては、強度の高いプレスと球際の力強さです。まずは前線から強度の高いハイプレスをしっかり仕掛けていきたいところですね。ジュビロ磐田は前節の FC 東京戦ではゴールキーパーまでプレスをかけられ、そこからのミスで失点をしています。強度の高いプレス、そして中盤での球際の力強さでボールを奪い切るのは湘南の強みですし、良い守備から良い攻撃につなげていきたいですね。そして守備面2つ目のポイントとしては、サイドの制圧です。ジュビロ磐田はサイドからのクロスで得点シーンを多く作っています。今季ここまでかなり調子の良い右サイドの鈴木選手や、左サイドではおそらく新加入の松原選手が入ってくる中で、相手の両サイドに高い位置を取らせずクロスを多く上げさせない対応が必要になってきます。ここ数試合湘南としてはクロスからの失点はありませんし、高橋選手、石原選手が積極的な攻撃を仕掛けていくことで相手を下げさせることができると思うので、両サイドは攻撃的に高いポジショニングを取っていってほしいですね。無敗記録を伸ばすためにもこの試合無失点で抑えていきましょう。さあ続いて攻撃面の見どころです。今節の攻撃面の見どころはこちら。多彩な攻撃で複数得点を奪えというところを挙げさせていただきました。今節期待をしていきたいのは新加入選手を生かした多彩な攻撃を見せていきたいですね。そんな攻撃面の一つ目のポイントとしては、サイドのクロスです。ジュビロ磐田はクロスからの失点が一番多くなっています。広島戦で得点を奪ったようなサイド深い位置へ侵入し、ボックス内に人数をかけた攻撃を見せていきたいですね。またサイドでより高い位置で攻撃を作ることで、ジュビロ磐田のサイドを押し下げて得意のサイドからの攻撃をやらせないようにしていきたいですね。そして新加入の中野選手のサイドからドリブルで仕掛けてクロスやカットインからのシュートも見てみたいですね。さあそして攻撃面2つ目のポイントとしては、ミドルレンジからのシュート意識です。中央から連携してボックス内に侵入していくことも大事ですが、ミドルシュートを積極的に狙っていき、相手を引き出すことでよりボックス内に侵入していくことができるのではないでしょうか。ルヴァンカップのグループステージ1戦目の磐田戦のような池田選手のミドルシュートや、新加入の阿部選手の正確無比なミドルシュートで得点を奪っていきたいですね。失点が少なく負けないチームにはなってきましたが、直近の試合では得点が少ない状況です。新加入選手を含め新しい攻撃を見せ複数得点を奪っていくことを期待したいです。今節はサイドからの攻撃とミドルシュートに注目です。さあそして最後に、今節も対戦相手から注目していきたい選手を1名ピックアップさせていただきます。今節ジュビロ磐田の注目していきたい選手はこちら、鈴木優斗選手です。前回対戦時に続き今回も鈴木選手を選出させていただきました。鈴木選手は今季ここまで5得点4アシストと多くの得点関与を見せてきています。右サイドからのクロスやボックス内に侵入してのシュートには警戒していかなくてはなりません。特に今節は左サイド新加入の松原選手のクロスから逆サイドの鈴木選手が絡んでいくプレーなどは狙ってくるのではないでしょうか。ジュビロ磐田の両サイドの攻撃、鈴木選手のプレーに要注意です。ということで今回は明治安田生命 J1 リーグ第23節湘南ベルマーレ対ジュビロ磐田戦のマッチプレビューをやってきました。
ジュビロ磐田戦に勝利して7試合連続無敗、そして7月無敗で8月に勢いをつけていきましょう。それではご視聴ありがとうございました。この動画が良かったなと思ったらチャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。皆様からのコメントもお待ちしております。また次回の動画も楽しみにしていてください。バイバーイ。